稽古終了後にやってきたのはラーメン堂仙台っ子。注文したのは仙台っ子ラーメンと無料のライス。久しぶりの仙台っ子ラーメンにテンションが上がっております。仙台っ子ラーメンといえばこれを入れなきゃね。おろしニンニク。おろしニンニクを入れない仙台っ子ラーメンはただの競合に過ぎないが、おろしニンニクが入ることによって仙台っ子ラーメンはインターハイ常連チームの顔になる。ああ、仙台っ子ラーメンにとっておろしニンニクはスラムダンクに登場した松陽高校における藤間みたいなもの。それはさておき、うまいね仙台っ子ラーメン。っていうか仙台っ子ラーメンってこんなにうまかったんだっけ。しばらく来てなかったから仙台っ子ラーメンのうまさを忘れてたわ。こんなにうまいラーメンがあるなんて仙台人でえがったな。っていうか仙台っ子ラーメンって県内以外にもあんのかね。他県に行って意識的に探したことねえからわかんねえわ。こんなにうまいラーメンが690円、ライスをつけてもライス無料だからお値段そのままの690円。いやお得じゃないですか。マジでうまいぜ仙台っ子ラーメン。もうラーメン堂仙台っ子のままし物じゃねえかと思われるほど手放しでベタ褒めしてっけどね、残念ながら一切関係はございません。ただラーメンに関してはこの3つものがあるからね。俺がうまいうまいって絶賛してても同じように感じない人はいるだろうね。しかしこの仙台っ子ラーメン、俺の舌と心をがっちりキャッチ。またまたこのラーメンよりうまいラーメンを探す旅へ出かけるためのモチベーションを上げてくれますわ。まあそんな旅してたんだっけかなっていう気持ちがなきにしもあらずんば、こじを得ず、とにもかくにも稽古の後のラーメンは美味しいなぁと思う、みっちゃんねるの佐藤でした。